福田武雄、福田武雄、福田武雄、1905年、明治38年1月14日から1995年、平成7年7月5日は、日本の政治家、大倉官僚。一回は、正二位。君党は大九位。衆議院議員、農林大臣、第二次元改造内閣、大倉大臣、第一次佐藤第一次改造内閣。 第2次佐藤第2次改造内閣。第3次佐藤内閣。第2次田中角栄第1次改造内閣。外務大臣。第3次佐藤改造内閣。行政管理庁長,長官。第2次田中角栄内閣。経済企画庁長,長官。三木内閣。内閣総理大臣。福田武雄内閣などを歴任した。群馬県群馬郡群,群馬町属門。現在の高崎市足門町に。 父、福田義春、元金子町長の次男として生まれた。日露戦争において、日本軍が旅順入場をした翌日に生まれたため、武雄と命名された。福田家は、江戸時代には名主、昭や、身分は、農民を務めた地元の名門であった。小学校の頃から、振道の誉れ高く、旧正高崎中学、現在の群馬県立高崎高等学校を主席で、 卒業し、第一高等学校から、東京帝国大学法学部法律学科仏法科へ、進学。高等文館試験業政課に一番の成績で、合格し、大蔵省に入省した。大蔵省入省から一年を経ずに、財務官付けの役職で、ロンドンの在英日本大使館に派遣された。当時の上司にあたる、財務官は、津島敏一である。 三年半のイギリスでの勤務の後、帰国。戦時中は、王朝明政権の財政顧問を務めるなどした。その後は、大倉省の主計局で順調に出世して局長にまで、上り詰めたが、1948年、昭和23年の政府関係者に対する増収賄が問題になった、省電義国の際に、大倉省主計局長だった福田は収賄罪容疑で、逮捕される。 結果として無罪にはなったものの、これを機に、大倉省を退官した。1952年、昭和27年の第25回衆議院議員総選挙で、群馬3区から無所属で立候補し当選、岸信介に仕えた。野田宇一、池田隼人と共に、大倉省の三連と呼ばれる。当時は、大倉省出身の国会議員が衆参合わせて24人見た。 無所属の福田を除く二十三人はすべて吉田茂、池田隼人の自由党所属だったが、福田は自らこれを、栄えある一二席と呼んだ。1958年、昭和三十三年には、当選四回ながら自由民主党、政調会長就任。1959年、昭和三十四年一月から自民党幹事長を、六月からは農林大臣を務める。 1960年、昭和35年12月、大倉省の先輩である、池田隼人の政権下で、政調会長に就任するが、高度経済成長政策は、両三年内に破綻を起きたすと池田の政策を批判、岸派の分裂を受ける形で、王、秀夫、田中達夫、一万田直と、倉石忠夫ら福田新派を急合し、東風刷新連盟を結成し、 派閥解消を提唱するなど反主流の立場で池田に対抗した。これが後に福田派、聖は政策研究会に発展する。池田から政調会長を首にされ、福田及び同調者は池田内閣の続いている間、完全に干し上げられ、長い冷や飯時代を味わう。佐藤栄作政権下では、大倉大臣、党幹事長、外務大臣と交遇され、 福田の貢献人である岸からの強い支持もあって、岸、佐藤兄弟の後継者として大いにアピールできたものの、この時からポスト佐藤をめぐる田中角栄との熾烈な闘争、拡幅戦争が始まる。日本列島改造論を掲げ、積極財政による高度経済成長路線の拡大を訴える田中に、対して福田は近郊財政志向の安定経済成長論を唱える。 また、中華民国、台湾と断交してでも中華人民共和国との日中国交回復を急ぐ田中に対して外務大臣時代にアルバニア決議に反対して二重代表決議案と重要問題決議案をアメリカ合衆国などと共同提案したように台湾とのバランスに配慮した慎重路線を打ち出す。佐藤は任期中の国交回復と北京訪問を目指してミッションを送り込み 中華人民共和国と中華民国との間で連絡を取っており、総理の座を譲ろうとしていた福田を中華人民共和国側関係者に引き合わせていた。これらの自民党右派のスタンスは岸派以来の伝統で、福田派の後継派閥である、聖和政策研究会出身の総理である、森吉郎、小泉純一郎、安倍晋三、福田康らに引き継がれている。1972年、 昭和四十七年七月、我、日本の柱と並んを掛け声に、佐藤光景の本命として、堀茂る、松野雷蔵、園田ただし、藤尾正幸ら他派の親福田議員を結集して、総裁選に出馬する。決選投票、田中百八十二票、福田百九十票で各英に敗れるが、やがては日本が、福田竹を必要とする時が来ると強気の発言を残した。 また、この際福田に肩入れをしていた、当時の金融界のフィクサーであった大橋織は、生前、自分が病気で入院していたために、福田が負けたと漏らしている。発足した田中内閣においては下アする形になったが、同年12月の総選挙で、自民党が改選前議席を割り込むと田中が、挙党一致を求める形で、第二次田中閣営内閣に、 行政管理庁長官として入閣。翌1973年、昭和48年11月の内閣改造では、田中の劣等改造論とオイルショックによる経済の混乱の収束を求められ、救世した愛知基一の公認として大倉大臣に就任し、総需要抑制などのインフレ抑制策を発動した1974年7月の参議院選挙後に閣僚辞任。 1974年昭和49年12月に発足した三木内閣でも副総理経済企画庁長,長官として入閣し経済政策の陣頭に立ったがロッキード事件への対応をめぐって党内で三木下ろしが決定的になった1976年昭和51年11月に閣僚辞任している1976年昭和51年 総裁選で他の立候補者がなかったため、両院議員総会での話し合いにより総裁に選出され、過半数をわずかに一票上回る得票で、主犯指名され、三木武雄の公認として、念願の政権、福田内閣を樹立。自民党以外の政党に属したことのない、政党政治家として初の総理、総裁となる、71歳という高齢を心配する周囲からの、 恋に対し、自らの青年にちなみ、明治38歳といって、若さをアピールした。また、外交問題の解決をはじめ、実務型の内閣であったことから、内閣を、働こう内閣と表現。また、全内閣で、政治改革は進む一方で、外交や、経済の案件が遅れており、総理大臣をもじって、総理大臣と自称した。就任当初は、党内構想、 三木卸において、大平正義との間に、二年で政権を譲ると、大福密約によって、総理の座を得たということや、新鮮味に欠けるだけでなく、自民党内でも、右派の立場であっため、左派層に支持を広げにくいなどの理由から、支持率は低かった。福田は、太平を幹事長に据えて太平派との連携により、政局の安定を図る。1977年、 昭和52年、第11回参議院議員通常選挙で、自民党は、改選議席を上回る議席を確保。同年夏、新たに、党友組織自由国民会議創設に、当たり党国民運動本部長、中川一郎を通じて保守派の論客とて知られる、作曲家、眉積斗夫に、初代代表就任を要請し、受諾を得る。またこの頃、大貞治を表彰する。 必要性から国民栄誉賞を創設した。同年に起きた脱下日光機ハイジャック事件では人命は地球より重いとして犯人側の人質解放の条件をのみ身の代金の支払い及び諜報器的措置として6人の刑事被告人や囚人の引き渡しをったことでテロリストの脅迫に駆使したと批判を浴びることとなった。しかし在任中を通じて 福田内閣の支持率は徐々に持ち直し、中国への ODA 開始や積極的な東南アジアへの開発援助を行う。その姿勢はアジア開発銀行の設立やフィリピンのマニラで発表された福田ドクトリンへと結実することとなった。国家プロジェクトでありながらも1971年の大執行以来、 三里塚闘争などによりほとんど進展がなかった成田空港問題について、あらゆる困難を乗り越え開港を実現せよと指示。東山事件、芝山町長宅前臨時発出所襲撃事件や成田空港完成等選挙事件で犠牲者を出しつつも、1978年、昭和53年5月20日の新東京国際空港、現、 成田国際空港開港にこぎつけた。総合迎期対策や15ヶ月予算の編成などが、こうそうして、同年4から6月期及び7から9月期には、年間37%の経済成長を達成した。8月、言語法制化実現国民会議、現、日本会議に、言語法の制定を明言、素案を出す、要指示。同年月日、 党昇平副総理を日本に迎え、日中平和友好条約に調印。派閥解消を目指して、党員、党友投票による自民党総裁予備選挙を導入したが、大福密約の総理総裁2年任期後の太平への政権全条を拒否し、世界が福田を求めているとして、自民党総裁選挙に、歳をかけて立候補。自民党総裁選では現実には、 大平正義候補を支持する田中派が大掛かりな、集票作戦を展開する一方で、福田派は、派閥解消を主張する建前や、事前調査における圧倒的優勢の結果にあぶらし、動きが鈍く、当初の下馬票が覆され、福田は、太平に、大差で敗北した。福田は、予備選で負けた者は、国会議員による、本選挙出馬を辞退するべきと、兼ねて発言していたため、 本選挙出馬断念に追い込まれることになる。自民党史上、現職が総裁選に敗れたのは、福田武雄ただ一人である、人気切れ時に、形成悪化などで、出馬断念に追い込まれた、現職総裁の例としては、鈴木美幸、河野洋平、谷垣定一がいる。記者会見で、民の声は、天の声というが、天の声にも変な声もたまにはあるな、と、こう思いますね。 まあいいでしょう。今日は、敗軍の将兵を語らずで行きますから。兵、兵、兵、1993年12月31日、放送を TBS テレビ、自民党戦国史の映像よりのことを残して、総理総裁を退く。1979年、昭和54年、太平政権下では反主流と化して40日抗争、ハプニング解散で再び、 田中、太平主流派と対立した。その後もたびたび総裁候補として浮上し、自民党の実力者であり続けた。また、世界の大統領、首相経験者らが、世界の諸問題の解決へ向けた提言を行う、場として、インターアクションカウンシル、OB サミット設立、1982年するな、世直し改革を訴え、昭和の公文を辞任した。 後に総理大臣になる森吉郎や小泉純一郎は彼の教えを受けた。1984年昭和59年に二階堂擁立構想をきっかけに発言力が低下し、福田の教え子であった森や小泉らからも世代交代を主張する声が出たため1986年昭和61年に派閥を安倍晋太郎に譲った。この件が元で中選挙区で、 安倍のライバルであった田中達夫が引退を決したとされている。リクルート事件や消費税導入によって竹下した内閣が総辞職した際には福田を後継の総理、総裁に押す動きがあったが、福田はこんな重大な辞局を担うにはちょっと若すぎるんじゃないかな。ちなみに当時84歳と述べ辞退した。また安倍が死去した際には、 森らが福田を再度派閥の長にしようとする動きを起こしたが、それも福田は私は高齢だからふさわしくないとして辞退している。1990年平成2年第39回衆議院議員総選挙を機に政界委員長男野草が後継者となるが、当初は次男の育夫を後継者として考えていたため、育夫が病気に倒れるまでは野草は 面の皮が薄くて、政治家に向かないと周囲に語っていた。引退するまで、連続14回当選。同じ選挙区である旧群馬3区では、上州戦争と呼ばれるほど、中曽根康弘と激しいトップ当選争いを繰り広げたが、毎回福田が圧勝。中曽根が首相在任時でも、福田の得票数の方が勝っていた。通算成績、福田の11勝3敗。 1995年、平成7年、岩波書店から、開古90年を刊行し、出版記念パーティーには、元気な姿を見せたが、同年7月5日、廃棄手で死去。岸信介の直系であり、自民党羽派と評されることが多い。また、造語、慶句の名手として知られ、狂乱物価、昭和元禄、司会ゼロ、日々で反省。 福田内閣はさあ働こう内閣だ。総理大臣など、福田語録を残している。総理大臣としての在任期間は短かったが、長年にわたって、保守政界の一方のオスとして期待され続け、閣僚としても、党幹部としても、卒なく、仕事をこなした。六十年代の高度成長期には、水田幹夫と共に数度にわたって、増唱を務め、 また70年代のオイルショック後の転換期にもほぼ一貫して経済運営の中心にあった。60年代70年代の経済危機はいずれも福田によって収集されたという指摘もあり、特に田中、三木内閣でオイルショック後の官民挙げた総需要抑制政策を指揮し成功させたことは高く評価されている。その後総理大臣に就任すると内政面では 与野党白中国会という環境に加えて、党を政敵の太平に握られ、初の予算修正や減税を強いられるなど、均衡財政の信奉者であった福田にとって、不本意な政権運営を強いられることになった。むしろ総理としては外交における業績が顕著であり、1977年のいわゆる福田独クトは、今日に至る日本の東南アジア外交の基軸となっている。 また、日中平和友好条約の締結は、その後の日中経済協力の礎を築くことになった。こうして、1980年代以降の日本の外交路線、及び東アジアの経済発展に、多大な影響を及ぼしたとされる。親子2代の首相就任は、史上初めての例となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。